はい、どうも、トソクチュートレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて朝ルートパート20、続きからやっていきたいと思います。進むため寮の外に出てみる。すると、そこにはかのこさんがいた。お、葵くんだ。いや、さすがに外はどうかと思いますよ。本当に大丈夫だって。この時間にこの辺人は来ないし。いやいやいや、来た時に問題ですからやめてください。あ、もしかして葵くん焼いてくれてんの。そっか、私の下に見知らぬ人に見られたくないから、ちょっと嬉しいかも。はあ、もうそういうことでいいですから、今後はやめてくださいね。頼みますから。ちょっと面倒になってきたので、投げやり気味にそう答える。うまくいってるみたいだね。はい、朝ちゃんと。うん、そうですね。そりゃ少なくとも俺は朝ちゃんのこと大好きですし。うわー、死んでほしい。臭すぎて香水を振りかけたくなった。独り身の女には辛いわ。自分から朝ちゃんとの話を振ってきたんじゃないですか。まあそうね、そうだった。自業自得か。そうよね、葵くんにそのこと聞いたら堂々と死にたくなるようなこと言ってくるに決まってるわよね。俺そんなことばっかり言ってるっけ。でもまあよかったかな、うまくいってて。お姉さんとしてはかなり安心。かなこさん、あの二人のことを気にかけてますもんね。それにほら、二人が入れ替わってすったもんだった時って、言ってしまえば私がきっかけみたいなとこあったわけじゃない。だからね、ちょっと責任感じてまして。なるほど、そういえばそんなこともあったな。まだ全然前の話でもないのに、結構昔のことのようにも感じる。きっと最近の一日が濃いせいだろう。部活のことも朝ちゃんのこともいろいろと周囲が変わってきていた。リベンジ、そう言ったじゃない、朝ちゃんたちのこと。小鳥の時失敗したからってやつですか。確か以前に聞いた気がする。過去、小鳥とうまく付き合えなかったことが引っかかってて、二人とはうまくやるんだと意気込んでいたという話。ま、今回もなんだかんだで葵くんがあの二人の心を掴んだ気がするから、ちょっと悔しい。別に俺だけそんなことをしてるつもりは。人たらしだと思うな、葵くんは。でも、かなこさんが二人を気にかけてくれたおかげで、最終的に俺たちに心を開いてくれたわけで、別に俺だけの力でもないですよ。アサちゃんはまだしも、ヨルちゃんはソアリング部という活動があったからこそ、あれだけ距離を近づけることができた。だからそれはみんなの力だし、それを率先してやろうとしたかなこさんは間違いなく功労者だろう。私の心もね。え、今なんかとんでもないことをつぶやかなかったか、かなこさん。かなこさんの心も、それってなんて、それは冗談。びっくりさせないでください。ただでさえいろいろと慣れないことをして心を痛めてるんですから。葵くんはモテるもんね。うらやましい。さっきは夜ちゃんにからかわれ、今度はかなこさんか。なんだか今日は災難だな。私ね、人に嫌われるのが苦手なんだ。ん？かなこさんが？そう。だから人に近づくのが怖いの。こちらに好意を持っているかもわからない相手だとなおさらね。そうは見えませんが、かなこさんって人懐っこいと思いますし、対人能力は高そうだった。そうね、多分それは私の素だから。だからなの。私いつもこんな調子で人に接しちゃうからさ。ある日、その仲間外れにされたことがあって。かなこさんが？うん、慣れ慣れしくしすぎちゃったんだろうね。あいつうざくねーみたいな感じで、クラスの女の子からのけものにされて。まあもうそれは昔の話なんだけど、それがちょーっちトラウマでさ。そんなことが普段のかなこさんからはわからない過去だった。だから
私に好意を持ってるって確信できない人に近づくのが怖いんだ。また嫌われたらどうしようって、そんなことばかり考えちゃって。だからね、人懐っこくてもどこか一線引いてたし、そう振る舞っていても近づきすぎないようにはしてたし、小鳥ちゃんのことだってね。なるほど。小鳥の場合は別にはぶられていたというわけではない。彼女自身が尖りすぎていたせいで周囲が触れないようにしていたという感じが強かった。まあでもそれもそれで良くないなって葵くんのこと見てたら思えたからさ。ああそっか、私小鳥ちゃんとずっと仲良くしたかったんだなって。分かっててそうできなかったんだなって。かなこさん、なんかね、悔しかったの。自分で自分に負けたみたいでさ、一度失敗したからって怯えて人付き合いにブレーキかけて、こうやって今みんなと仲良くできてて私はすごく幸せ。かなこさんが言ったことがすごくよくわかる。だからね、だからなの。だからこそ夜ちゃんもだけど朝ちゃんを応援したくなっちゃう。朝ちゃん、うん、きっとね、こういう思いを背負ってくれる子だから。それはどういうことでしょう。朝ちゃんがどういう境遇でどういうことがあって、ちょっと自信なさげなのかは知らないけど、あの子には胸を張って空を飛んでほしいわけ。私だってこうしてリベンジできたわけだからさ、そういう思いをあの子に託したい。かなこさん、リベンジ。自分の至らなさに落ち込み他人を羨んでしまう朝ちゃんだったら、確かにそういう思いを背負ってくれるのかもしれない。なんちゃって。茶化さないでくださいよ、せっかくかっこよかったんですから。ダメだね、私シリアス苦手だわ。うん、ちょっと感動してたのに。真面目にやりすぎると私らしくないじゃない。うん、そういうことにしといてよ。照れ笑いを浮かべ必死に冗談にしようとするかのこさん、普段はとぼけて見せているけど真の部分ではすごく真面目な人なのかもしれないな。さてと、じゃあ俺は部屋に戻ります。軽く明日の準備をしてお風呂に入らないと。え？明日の準備してお風呂に入るの？順番逆じゃない？ああ、それは言葉に詰まる。なんだか怪しいな。ちょっといろいろあるんです、だから気にしないでください。いろいろねえ。とにかく、じゃあ俺そろそろ部屋に戻りますんで。そう、俺には約束があるのだった。先輩、来ましたよ。朝ちゃんが部屋に入ってくる。手にはお風呂セットと着替えを持っていた。じゃあ早速行こうか、早く入っちゃわないと寝る時間になっちゃうし。そうですね。俺も風呂の準備をして部屋のドアに手をかける。あ、ってちょっと待った、もしかして一緒に行かない方がいいんじゃ、途中で誰かに見つかると大変だし。そうですね。じゃあ先に私が行きましょうか。じゃあお願いしようかな、お風呂で落ち合う感じで。はい、お待ちしています。そう言って朝ちゃんが再び部屋の外へと出ていく。というか出る時もバラバラの方がいいのか。約束、それは朝ちゃんと一緒にお風呂に入る約束だった。ちなみに提案してきたのは朝ちゃんの方である。しかし誰かにバレたら大変だよな。管理する立場の俺がそんな風紀を乱すことしているのも問題がありそうだし。でも朝ちゃんに誘われて断れるわけないだろう。誰に問いかけているのかわからないが、そんなことをつぶやいてみる。そうだ、断れるはずなんてなかった。さてと、じゃあそろそろいいかな。さーて先輩、お背中お流ししますね。ゴシ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 
分ないですか？うん、大丈夫。ちょうどいいよ。すごく気持ちがいい。よかったです。痒いところはあります？ああ、そう、その辺。脇のちょっと下のとこ。この辺ですね。じゃあ、万歳をしてください。朝ちゃんと一緒にお風呂に入った俺は、彼女に体を洗ってもらっていた。朝ちゃんがやってみたいと言い出したのだ。やっぱり先輩、たくましい体してますよね。惚れ惚れしちゃいます。そう？ありがとう。ずっと運動していたわけだし、体には自信があったが、それを褒められると素直に嬉しい。この辺とかもすっごく肉付きよくて、すごいです。なんだか楽しいですね、こういうの。朝ちゃんって意外と積極的なんだね。そうですか？せっかく先輩とそういう関係になったんですから、いろいろやってみたいなって思っただけですが。じゃあ今度は前も洗いますね。先輩、前を向いてください。本当に前もやるの？当たり前じゃないですか。前も綺麗にしないと汚いですよ。いや、そういう問題じゃなくて、まあ今さら照れることもないか。風呂椅子の上を回転し、今度は彼女の方を向き直る。じゃあ前の方もゆっくりじっくりとやっていきますね。朝ちゃんがタロタロしい手つきで俺の体を洗っていく。胸板を他人のスポンジが滑るのは妙にくすぐったかった。ゴシ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 。裸の朝ちゃんが俺の体をすり上げていく。どうしたの？これは…はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。